どうも、やすよ TV のやすです。そして今日はですね、前回に引き続き14さんとの、コラボということで、こちらのねメンバーで対決をしております。はい、どうですかここまで。まあ楽勝っすよね、負けてますけど。まだね、もうキヨさんのティーショット2つ取ってるからワンダウンですけど、なんかまだ勝ってる感じありますよね。そうですね、はい、うん、そうですね。もうこの顔見てください、キヨさんの顔。余裕っす。いや、一番ない余裕ない人のパースリー任しとけって言ったら、今パースリー来たら投げって言って投げって言って、まだワンナップなんでまだまだ分かりませんから、はい、さっきのパターがね、曲がったね。ナイスパターですね。あれ気持ちよかったです ね、またちょっとこう鼻がピッと伸びました。あれ10回ぐらい打ってバーディーにしたんですよ。そう、編集してね。チームでそういうのはしませんからということで、はい、ショートホール4番ホールからですね、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあ天狗チーム、天狗チーム、うん、もうなんか慣れてきた。慣れちゃった。160ちょいぐらいですか。そうですね、160ぐらいですよね。ちょっとだけ増えてるか、まあ、ちょっと大きめでいっていいんじゃないですかね。湿気なんか飛ばなそうな空気ですもんね。うん、重いっすよね、ちょっと ね、我々のこの空気感もなんか重くなってきた、ね、それは僕が出してるかもしれないです。ということで6番でいきたいと思います。はい、いやめっちゃいいいいよ、そんな頑張んなくていいよ。いい音した。いいよ、やば、近い、いい感じ。やばい。おー、ナイス。うわ、やば、あざっす。ナイス、あざっす。多分近い。うん、うわ、これもいい。もういいよ、そんなに。これマジいいぞ。え、あ、じゃあ僕たち左側採用します。いやその2分の1じゃないんで。それじゃないですよ。こっから選ぶみたいな感じじゃないんですよ。ひろさん、僕使うクラブがないんですけど。どういうこと、ね、じゃあ大きめでいっちゃいましょう、うん、大きめでいきましょう。大きめの方がいいですよ。ビトインってこと。そうそうそう、ね、もう奥行っちゃってもいいですよ、うん、本当に奥行ったら怒りますけどね。優しいのか何なのか分かりませんけどね。アメとムチがひどい。すごい。で、僕は5番のユーティリティで軽くいきます。乗、はい、せます。いや、マジで、ちょっとうまいよ。ちょっと右でかいんじゃない。でかいか、でかい、あ、でかい、でかかったっす。ほほほほ、ちょいでかい、残ってるか。なんでそんなでかいクラブで打ったんですか。ちょっと待ってくださいよ。待ってくださいよ。やばい、ちゃくちゃ怖ないですか。あの7番でいきます。7、だって6番で寄せてるより僕が7番で寄せたら僕らの勝ちですよ、ね、確かに。そういうゲームでしたよね。そうですね、プラ1もらえるぐらい。もらえるやつですよね、はい、それと現金ですね。現金、よっしゃ。イエスと言ってしまいそうになる、うん、くわー、あ、ちょっと薄いか。やべ、届いてねえこれ。いや、おっと、あー、うん、チップイン狙いましょう、うん、あそこがチップイン、うん、まだわかんないですか。わ、うん、かんない、これはわからん。ヤスさんのボール採用でいいですか。ヤスさんのボール採用、ヤスボー採用で、はい、OK です。ありがとうございます。そうだよね。じゃあこれ OK いただきました。ありがとうございます。ヤスさん、ショットで取ったバーディー、ね、もう30センチぐらい。いや、連続バーディー、ありがとうございます。すごい、いただきました。これちょいフックですよね、うん、軽い。うん、軽くでも強いと思うんで、軽いフック読んでたら。引きますよ。こういうの球入れるんで。ガチン、あー、こちん、曲がんないな。でもちょっと右に行こうとしてます。ちょっと強かったっすけど、右はなかったっす。惜しかったけど、ね、右はなかったっす。この人なんですよ。見て、小野さんがどう来るか。お、いやー、いいタッチ。あー、届いてよ。乗ってたけどね、ライン。腕立てしてる。自分今締めてる。くそー、今ライン乗ってた。いやー、OK です。ありがとうございます。いや、今マジで入るかもって思いました。いや、あれ打ててたら入ってましたね、ほんと。
ああいうのやっぱ入れそうな匂いをプンプンさせてるんで。そんな匂いました？匂ってます、匂ってます。洗った方がいい、洗った方がいいですよ。左ドッグのミドルですね、はい、結構左ドッグなんですよ。なるほど。狙うなら曲げていく。なるほど。で曲がったらもう結構すぐグリーンがあるんで。俺なんか目がおかしいのかな、これなんか弱気な。あ、これドライバーっすね。これドライバーっすね。川下ぐらいだよね。あ、そうです、僕結構そういうあの古いの好きなんで。そう言いながら後ろを見てください。ほら、もうこれがトップアマチュア。ちげえんだ、やっぱレベルがちげえんだ。いやでも違うんですよ、これ僕がこれで行くから、そういけるっていう。トップアマと同じことしないとね。そうですね。そこでいろいろ分かるのにな。すみません、ドライバーって言っていいですか？もちろん、じゃあ行きましょう、行きましょう。あの、まあ、木の方向、ちょい右ぐらいからのイメージで、マンフックを打ちに。なんかいいバウンドしたよ。前行ったよ。200はいかないな、あれ。150ヤードも行ってないかな。ちっちゃいのヘッドにした方がいい、ちっちゃいドライバーにした方がいいのかな。もういやもう全然攻めちゃってください。いいあんなトップはしないでしょうから。これあるぞ、ここでもあるぞ。突き抜けちゃう可能性は。まっすぐ行ったら突き抜けるでしょうね。200、560ぐらいで。そんなで、はい。もうここトップアーマーですから、上手ですから、うん、まあ、そうですね。打点日本行ってないですよ、うん、ジャパンですから。パンですか、ジャパン。やばい、あんまり切らぬ。でもギリこれはギリ大丈夫なんですね。うわめっちゃ奥。あ、うわ。キヨさん、いやでもナイス攻めです。ナイス攻めです。ナイス攻めです。キヨさんドライバー行きますよね、男店で、ね。当たり前じゃないですか。ウッドなんて使わないですよね。そうっすよ、ね、しょうがなくドライバー行きますから。ここ悪い男ですよ、この人は。キヨさんがドライバー行きますね。キヨさん大丈夫？キヨさん突き抜けだけ気をつけてください。7番アイアンとかじゃなくて大丈夫？何の心配？やっぱ刻みに行かないとね、いけないんじゃないかなと思って。もうキヨさんはまあ突き抜け心配ですけど、ドライバーぶち抜く、ね、ぶち抜く男だと。もう男を見せますから、うん。はい。ほら右に置いたんでね。オッケーオッケー。あのまあ残るよ。打てるところあれ。意外にいったし。意外にいった。入っていきました。入っていったね。まあでもこれが14チューブです。まあまあ、全員ドライバー。ね、ヤスゴルをご覧の皆さん、14チューブちゃんとチャンネル登録してね、見てくださいね。もう、うん、結構ギリギリからかけてきますから、うん、僕。あの日野さんっていう方はね、多分ここまでは割とクールな動画が多いと思うんですけど、今回からちょっとおかしなことが今後に期待ですね。じゃあいきます。おしゃれなドロー出てよ。やばっ、来た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 。これあ、落ちた。あ、前に寄った、うん、うん、フェアウェイの方に多分来ました。大丈夫。まあまあまあ攻めてますからね。攻めましたね。ちょっと今正直ですか、ビビった。超ビビったな。かかりすぎたんで。やっぱね、いやマジすげえ、マッシャッシャすげえな。はい、ピンはですね完全に木と被ってるんですけど、ちょっと右側のあの V ですね、そこのところを通すような感じで、100ヤードぐらい打ちたいなと。残り109ぐらいなんですけど、ちょっと右目なのはもうやむなしで50度で行きたいと思います。ちょっとねしっかり通す。うん、まあまあとりあえず次打てるところには置けたかと思います、うん、ナイスです。あざっす。細い木からフック。抜けるか。あ、木当たってる。あ、落ちた。落ちました。はい、そこ落ちました。あ、あの左側じゃなくて、はい、右側グリーンセンター側狙っていいと思います、これ。はい、あのピン側だと後傾斜があるから、そうですよね、乗ってもこう落ちてっちゃうんで、
あのセーフティーに一番くぼんでる、はい、あの真ん中ぐらいいっちゃっていいと思います、はい、そんなのできるかな、はい、あっちでも打ってたら多分結果オーライになると思います。これね、この距離が一番苦手なんですよ。わかりますよ、気持ちはわかる。はい、いきますね。わっ、ちょっと待って、乗る？乗りました、向こうに乗りました。ナイスオン、ナイスオンナイスオン。これがね、めっちゃ出るんでね、はい、しのさん、はいはい、お願いします。はいはい、急に緊張感出てきた急にビビってきたよ俺。振り切りたいな。58度でいきます。うまっ。うわー、これ緩い緩い。いや、キャッキャッキャーめっちゃ笑った。くっそー。ひよさん、どっちでいきます？ね、ナイスオンしたキヨさんじゃない方でいきます。あ、じゃない方じゃない方あれ何、あそこから打って、あれナイスオン、グリーン間違えたんですよ。激シャンですね。あ、じゃあ、グリーン間違えたすごい、どっちでもおもろいけどね安ボールを採用します。で、まあ、ティーショットも安ボールでした。で、ここ非常に難しいですね、25ヤードぐらいですかね、20ヤードちょいですね。ですね、うん、で、60度で、ただちょっと完全、まあ、砲台になってるグリーンなんで、すごいところにピンが切ってあるんで、止まるか分かんないですけど、60度でちょっと浮かせていきたいなと思います。3打目ですね。あ、すいません、どんまいです。ちょっと僕が攻める必要はあんまりなかったんですけど、やりたくなっちゃってすいません。でも攻めないとね、これ止まらんすよね。止まらんすよね。はい、あります。これキヨさん入ったね、うちら入りましたね。え、なんか僕もそういうイメージがもう、そして同点は勝ちだからね出た出たあ、うん、いや、ナイス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 、これのこれなんてこった。いやちょっとね、僕が今本当やんなくていいことやっちゃったんで、だから今、あ、もうちょっと右見てたんですけど、じゃあタッチ出したら、ここ結構傾斜強いんで、まあでもキヨさんじゃないんでいいですよ、はい、あの失敗したら文句言えるんで怖い、この人ちょっと強気でいいと思いますよ、気持ちすごい怖い、この人、はい、味方なのに弱いわ。はい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 、オッケーオッケー、あそこからパーは取れますよ、頑張れば。確かに、もうちょっと俺が近づけたい。すっごい食われました。結構食われましたね、はい、めちゃくちゃ食われました。ちょっと僕強気でいっていいですか。はい、いやー、いけ、ナイスナイス、うまい、よし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 、ナイスパー取れるよ、うまい。これ僕らが4打目ですね、池田さんの3打目を採用していきたいと思います。なんかあそこにちょっと立ってんなんじゃないですか、はいはい、もうあの辺狙っちゃっていいかなって思ってるんですけど。あ、そうですね、結構傾斜強いですもんね。結構そうですよね、はい、パートライ12メーターぐらいですかね、はい、結構左狙っていきたいと思います。まあ、横からみたいな感じになるのかな。あべ、ちょっと入りすぎたわ、すいません。いえいえ、ナイストライ、ありがとうございますよし、ここグリーンやばいな、入れるしかないもんな、うん、いやーナイスナイスナイスです、ナイス、ありがとうございます。よし、これで僕が決めれば我々の勝ち。え、これパーパット、PAR パットって言うんですよ、 PAR パットパーパットキヨさん、了解です。あ、これは ね僕のシャンクのイメージが今強いはずなんで
パタシャン、うん、パタシャンやる。パタシャン、パタシャンもあるよ。あるの。あ、カモン。マジか。ケさん、このプレッシャーは急にプレッシャーかかったよ、また、まあ、さっきのアプローチに続き違うんですよ、はい、よし、やっぱりね、面白くしていかないと。そうですね、動画をあるぞ。でも結構曲がったね。どうです、すごい曲がったね。え、いやー、ナイスです。ナイス、イエス、イエス、ナイス、取り戻した、いっか。さすが。これもう、え、あ、で、まだワンナップですか。そうですね。天狗チームが。天狗チーム。天狗のワンナップ。天狗のワンナップ。よしき。よーし。ナイス。よーし。よし。だったよ、だったよ、はい。まあ、すべて日野さんのボールでした。ということで、6番ですね。コーンホールで、まあ、安ゴールの、まあ、最後ということになります。はい。はい、ここはまあミドルまっすぐなんですけど、左がちょっと OB があると、はい、まあ木のところまでは大丈夫って感じなんで、まあまっすぐ打っていけば大丈夫かなと思います、はいはい、じゃあ皆さんどうぞ。 ありがとうございます。僕のね60度、60度、これで T シャツ、新しいドライバー、そう、新しいドライバー、はい、これが僕のドライバーアナザースカイみたいな感じでしたね、はい、じゃあこれはお返しします打ってくれるかと思ったよいや、あれ打ってもね、おもろくする自信がないんですよ違うじゃん、俺ここ僕らじゃないですね、さっき。そうだよ、何やってんだよ、何やってんだよ、何やってんだよ、すごいすごい、そういうところが、そういうところが天狗なんだよ、そういうところが天狗なんだよ。確かにこれはね、あの天狗と言われてもしょうがない、しょうがない、すいません。いや、なんか60度も渡してくるし、なんか俺かなって思っちゃう俺たちも全員もうそっちチームだと思って心の準備危ないですよ、これ危ねえよ、これ危ねえよ、キヤさん準備ができてない。すごい、左に立ってるからね、キヨさん。そう、うん、あ、これ林ですね。まあでもあるよ、あれは。あるはある、右は大丈夫だから。あ、大丈夫、意外と大丈夫じゃないですか。なるほど、うん、あそこ広いかもしれない微妙、キヨさん、あれ微妙、ワンチャン、ワンチャンある、ワンチャンってことはちゃんと俺コース内に残しておいた方がいい感じ。はい、お願いします。まあちょっとあの旗からフェードかかるぐらいがちょうどいいかな。いやー、ちょっと左に来ちゃった。でもフェード、でもフェードはかかってる、ね、あ、全然大丈夫じゃないですか。めっちゃいいところ、やべえ、やべえ、すげえな、ふぅ、それはね、それはナイスそれはナイス。ちょっとね、こう日野さんのね、こう目が合うと毎回ちょっとイラッとするのが、あのかっけえんですよもうそれがやっぱちょっとくって思いますね。でも痩せたら佐藤健、まあ、痩せたら僕も佐藤健になるんで、はい、ということで、先ほど申し上げた通りでございます。あのフラッグを狙って打っていきたいと。いや、いいよ、これもめちゃくちゃいいんじゃないですか。あ、ちょっとね、ヒールだけど、まあ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 残るでしょう。うん、ナイスナイスナイス、いいとこ、いいキックしました、うん、いいとこです、ありがとうございます。なんだろう、ナイスショット褒めたいんだけど。そうですね、何かドラマが欲しい。あドラマが欲しい時差あったよ、時差あったよそんな聞かなくてよかったんですよ、今のは完璧。これはもうこれでちゃんと絵になりますからね、このショットは。やば、いや、ナイスナイス、あざす、素晴らしい、ナイス、あざす、完璧。やばいよ、向こうすげえ飛んでる。94、はい、ボッパチで、はい、ちょっと薄くなるかな。日野のボールで、はい、右行きたいです、右、右、右っすね、ピンより右。下入っちゃった、ちょっと短いかな。あ、短い、マイケ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 、あー、オッケーオッケー、そっからパー取れる。私たちのお得意のエッジからのパターがありますから、はい、エッジパター、エッジパター、これは俺突っ込むよ。90、
こいいかな。ほらラインだし、キャー、あーくー、いやーどんまいっす。悪くなかったよ。うん、悪くなかった。うん。しくし。そう。しくし。池田さんのボールを採用しまして、残り60ヤードぐらいです。60度で行きたいと思います。いやーこれやだな。まあちょっとグリーンには乗せたいと。うん、さあワンピンに行くか。すげえプレッシャーかけてくんだよな。あーだー、あれ、うん、まあまあ、オッケーです、オッケーです、さあ出す。ワンピンはいかなかったんですけどね、結果的に。でも別にいいんで、はい、あの人変なこと言ってますけど、はい、これはもう池田先輩が乗せてくれますよ、はい。おー、いいぞ。うっ、止まってー。あー、いや、ここグリーンむずいぞ。止まんない。いや、ナイスです、ナイスです、ありがとうございます。これはスラですかね。フックじゃない、あ、フックか、はい、フックだ。危ない。うん、キヨボですか。キヨボですね。まあ、あの縦距離っすよね、一番は。曲がりより縦距離さえ合わせておけば。はい、あ、よく頑張った、よく頑張った、うん、もうちょっと行きたかった。いや、ここバーディー取りたいんだよな。そしたら 5-2 でちょっと突っ込んじゃおうかな。ちょっと Q さん突っ込んでもいいですか。あ、もちろんです。すごい落とした。5-2で行きます。いいぞ。あー、くわ、バーディー取りに来てますね。来てますね。狙いに行った結果、うん、池田さんの方が近かったんですけど、僕の方がまあラインが、まあ、まだちょっと打ちやすいかなということで、僕のボールを採用します。で、まあ、相手チームはですね、まあ、バーディーは逃しているので、まあ、これはとにかくしっかり寄せたいと思います。はい、これ結構切れそうですね。でも、うん、登ってはない。登ってはないですか。ちょっと登って見えるんですけど。登って下りで、あの左に曲がって、右に曲がってくる感じですね。じゃあちょっと横からな感じですね。うんうん、で結構見ます。はい。1メーターぐらい見たいと思います。こっちにバッと打っていって垂れてきたら OK と。15メーターぐらいありますね。15、6。しっかり打つ。打ててないな。全然打てない。緊張した。緊張しました。ちょっとやっぱ上りが入ってるかもしれないですね。あ、すいません。いやー、マジで打てなかった。マークしてきます。はい、いや、これでも弱いか。いや、でもナイスです、ナイスです。いや、じゃあそちらを。これでも弱いか。僕らがパー取ったら結構向こうしびれると思います。そうですよね、うん、2人打つとしてもしびれる、うん、いや、やっぱこっちのラインは ね、そっちの方が絶対いいから。キヨ、うん、まあ、さん強さですけど、ここぐらい狙いですね。あ、俺ね、でも強く打った方がいい。打ちます、打っていいと思うんで、もうカップ内で勝負しいいんじゃないですか。曲がったら曲がった、カップ内右中、男見せる。壁ドンやで、壁ドン。壁ドンいけんだったら壁ドンやるんやで、今から。おお、ええね、ええね。おお、いや、でもナイス、切れたっすよね。ナイストライ。まあ、ここ僕入れるんで。はい、あ、これまあ一応マークマークしました、はい。そこむずいラインなんでね。
マジで OK ありがとうございます。よし、これで内側だったな。やっぱあるぞ。本当ですね。念力念力送ってるな。念力念力送ってんなよし、やばい、参ります。パーパット 1m、 かなり切れそうです。いやめっちゃ切れるなすいません、ちょっと待ってくださいね。もう間違いなくスライスかかるかな。キヨさん考えておかしい。スライス微妙なスライスかかりますねうわー、ナイスナイス、これはでかい。ナイス、マジで決めてくるな。やっぱこういうとこよね。マジでマジでこういうとこということでですね、もうこれ、まあ、残り3ホールで僕ら2アップということで、まあ有利な展開ではございますが、まだ3ホールありますんで、まだまだ分からないということで、ヤスゴル TV としてはこちら最後になります。次もね、14チューブさんの方で、流れますので、最後結果どうなるのかぜひ見てください。ルール変更がございます。嘘よ、嘘よ。こんな振りがございます。このまま勝つよ。このまま相手勝つよ。あざした。嘘。